行かせるかよ。不動さん、ゴールはキャプテンたちが守ってくれる。何としても点を取るんだ。言われなくても、我々が雑技だけではないということを教えてやる。必殺タクティックス少林寺高速18時。はあ、なんだ。中国選手の人数が増えている。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18人。行かせない。なんだ。何？なんだこいつら。天空ハヤブサ団。一瞬中国代表選手の人数が増えたように見えましたが、残像効果だ。ものすごい速さの動きに僕たちの目が惑わされているんだ。残像ができるほどのスピードで動き回ってたっていうのか。彼らはクンフーをマスターしているに違いない。クンフーの呼吸法を応用して瞬間的に運動能力を高めているんだ。さすが元路地裏のネズミ、いい動きだ。そっちこそお上品な育ちの割にやるじゃないか。トレーニングにお金かけてるもの、美容にもね。もったいねえな。そんな金があったら担々麺でも食う方がよっぽどいいぜ。お前たちはいつまでたっても食べ物ばかりだね。こっちのシュートを止められたくらいでいい気になられては困る。この試合勝つのは俺たちだ。そして中華の星となって世界を照らしてみせる。さあどうします、稲妻ジャパン。ダイブタイム乗ってやるぜ、ダイブタイム。あの日見た夢をずっと追いかけてきた。最初は小さな物語だった。汗をかいたから仲間を信じたから、マジだったから、どれもこれもみんな大事なことだった。自分がやった分だけ答えは出るぜ。もっと自分を信じよう。Come on.
に来て試合は膠着状態。日本代表決定力に欠けゴールを奪えません。このまま中国代表が逃げ切るのでしょうか。どうだい一星君。すみません、もう少し時間をください。わかった。しかしこのまま時間がなくなれば2点差を覆すことは難しくなる。防塵準備はできてるな。おう、いつでも行けるぜ。おっと、ここでジャパンベンチが動きました。選手の交代です。フォワードキラヒロトに代わって剛神鉄之助です。今大会初出場となります。一体どのような活躍を見せてくれるのでしょうか。はぁ、俺が交代？マジかよ。剛神先輩がこのタイミングで剛神だと？どういうことだ。頼むぜ剛神。おお、日本代表はついに秘密兵器を出してきたようですね。剛神鉄之助が FFI アジア予選のフィールドに立ちます。うそー、やっとこの日が来たぜ。最初の韓国戦、俺は控えで試合には出られなかった。まだ俺の出番じゃねえ。絶体絶命のピンチのために温存されてるってところだな。なんたって俺にはファイヤーレモネードスプラッシュ。そうだ、俺にはファイヤーレモネードがあるんだからな。オーストラリア戦でも安産、ウズベキスタン戦でも、あれおかしいな、サウジアラビア戦でも、どういうことだよ。監督、なんで俺は試合に出られないんだよ。俺だって戦えるぜ。おお、そうですか。その根拠は？俺にはファイヤーレモネードがある。確かにあなたのファイヤーレモネードはすごい技ですが、絶対完全に 100% 世界では通用しません。はあ、そんなバカな。あれには決定的な欠陥があります。さあ、それは何でしょう。シンキングタイム。ポチ。え、そんな、いきなり。いや、弱点なんてあるわけない。はい、答えは弱点なんてねえだ。残念、ハズレだったので答えは教えてあげません。ああ、そりゃねえよ監督。なあ、頼めねえか。え、ファイヤーレモネード？ああ、遠藤さんに受けてもらいたいんだ。頼む。いつでも来い。くぜえ、ファイヤーレモネード。スプラッシュ。そんな、俺のファイヤーレモネードが。どうした、調子でも悪いのか。いや、そういうわけじゃ。剛神さんのファイヤーレモネードは軽すぎるんです。一星、まさか。軽すぎるってどういうことだよ。ファイヤーレモネードにはスピードも勢いも爆発力もありますけど、それこそ炭酸の泡のように重みがないんです。今のままではフィジカルの強い海外の選手たちには通用しないでしょうね。ボールに重みを増さないと。なるほどな。重みったって一体どうすりゃ。僕に考えがあります。考え。富士山です。ドリブルしながら富士山を登る？はい、明日の日の出は今から10時間後。それまでにドリブルしながら頂上にたどり着く。それが今回の特訓です。なるほど、そうやって足腰を鍛えてシュートに重みをつけようってわけか。では始めましょう。
用意スタート。これくらい楽勝だぜ。どうしたんだ、ばあさん。ご近所のみんなでね、健康祈願で日の出を見ようって来たんだけどね、気分が悪くなって一人で休んでたんだよ。その近所のみんなってのは？日の出に間に合わないと悪いからね、先に行ってもらったよ。で、ばあさんは？大丈夫なのか？私はもう歩けないよ。やっぱり年寄りは迷惑だよね。迷惑なんかじゃねえよ。安心しな、ばあさん。俺が頂上まで連れてってやる。本当に大丈夫なのかい？どうってことねえよ。あんた名前は？道人鉄之助だ。あら、松さん。おや、花さん。ばあさんの友達か？足をくじいちまってね。これじゃもう登れないよ。やっぱり年寄りは迷惑だよね。ひ、一人も二人も同じだ。年寄りは迷惑だよね。三人マジかよ。さすがに三人背負って頂上を目指すのは無理だ。ばあさんたちにはここに残ってもらって。いや、そんなこと。あ、でも、そこでちょっと待っててくれ。ボールボール、どこだ。あった。待たせたな。おかえり、ゴージンさん。お母さん、それどうしたんだ。近くにタイヤとロープが落ちててね、みんなでこさえたんだよ。それからこうすればもう落ちない。いや、でもこれはズルじゃねえか。足で蹴ることには変わりないでしょ。ほら、もう少しよ、ゴージンさん。最後まで頑張りましょう。ばあさんたち。一瞬でも置いていくか迷っちまったなんて、俺って男は。さあ、それじゃあ頂上へ向かって、こっからはノンストップだ。行くぜ。こちらの豪人さんに助けてもらったんだよ。お、なんだ。監督、いい日の出ですね。
あなたへの最高のご褒美といったところでしょうか。おや、監督さん、いいもの乗ってるじゃない。え、ばあさんたち、監督知ってんのか。私が皆さんの富士登山を知りましてね、とっくに協力してもらったのです。じゃあ、ばあさんたちは俺のために。フットボールフロンティア、応援してるわよ。頑張ってね、ゴージンさん。見ててくれよな、絶対勝って世界一になってやっからよ。さて、ゴージン君は何か掴みましたかね。それは試合でのお楽しみというところでしょうか。なんで俺は交代なんだよ。あとは任せたぜ。ゴージー先輩。おう。工藤コーチ。ゴージンにボールを回せ。本気か。ゴージン先輩は練習の後もいつも特訓をしてました。俺は先輩を信じます。どっちみちこのままじゃ拉致が開かねえ。ま、乗るしかないってが。頼んだぞゴージン。うっす。今さらあのような控えの選手。いや、あいつは侮れない。全力で行くぞ。おう。試合再開早々、ボールはゴージンの元へ。必殺タクティックス、少林寺高速18陣。うわっ、なんだ。しまった。また出やがった。うっとうしい奴らだぜ。アスト、稲光出して8番をマークするんだ。え、早く。残像が消えた。何、今だ。ヘッ。そうか、相手の動きとスピードに完全に同調すれば残像に惑わされないということか。ゴージン先輩。すまねえ、アスト。くぜえ。軽い、こんなシュート僕には通用しないもんね。どうしたのよ。何やってんのか。ボールが重い。人生は重い荷物を背負って山を登るようなもの。サッカーはみんなの思いを背負ってゴールを目指すもの。試合に出ているみんなだけじゃねえ。ベンチで応援してるみんな、遠くで応援してくれているみんな、そんなみんなの思いが詰まった重いボールなんだ。お前らなんかにそう簡単に止められるかよ。天神鉄線。確かに大した重さだ。だがこの程度。待って、ボールが上に登って。重いけどライジン。ゴール。中国の鉄壁の防御を破り2対1。ゴージンのゴールでついに1点差に迫った。やったー、ゴージン先輩。おお、やりやがった。やったな、ゴージン。あいつ、ついに。よし。やっぽど日の出が気に入ったようですね。お見事です、ゴージン君。やりましたね、ゴージンさん。見たか、俺のライジング。
さて、ここまではほんの前菜。そろそろメインディッシュと行きましょうか。監督からだ。ついに来たか。ここからが本番だ。中国サッカーの奥義見せてやるよ。長き戦いは終わろうとしていた。限界を超えた戦いの果てに俺たちは何を掴み取るのか。次回、稲妻イレブンオリオンの刻印、目指せ大舞台。稲妻イレブン今日の格言。サッカーはみんなの思いを背負ってゴールを目指すもの。以上